アントワーヌ・ニコラ・デュシェーヌアントワーヌ・ニコラ・デュシェーヌは、フランスの植物学者、園芸家である。ベルサイユに生まれた。祖父の代から、王室の建物管理者を務める家に生まれた。父親アントワーヌ・デュシェーヌはプレボであり、画家、建築家でもあり、ローマの細密画学校の校長も務めた人物である。父親から自然科学を学び、巧妙な植物学者のベルナールド受診に、 植物学を学んだ。父親が管理する王宮の庭で、栽培実験をし、1766年に、イチゴの自然史やレコンシダレーションズ、シュール・ラ・フォーメーションでジャルダンを出版した。父親は、フランス革命でその地位を失い、ほどなく没するが、デュシェーヌは、イギリスに逃れた。革命が落ち着いた後、ベルサイユのエコール・サントラルやベルサイユのリセで、博物学の教師となった。 バラ科の植物の俗名、ダッチェニアに懸命された。デューシュンは、植物の学名で命名者を示す場合に、アントワーヌ・ニコラ・デュシェーヌを示すのに使われる。ありがとうございます。